ただいま。おかえり。もう、なにこれ。ちょっとヒロちゃん、ヒロちゃん、何？ちょっと聞いてください。お前、ええって。ちょっとこっちに来てください。ちょっともう、最近ハマりすぎやって。二重こつ、何ですかこれ。ちょっと来てください。ずっとやってるな、そのものまね。最近並べてください。もう、ヒロちゃんのですって。いつも言うてあることですよ。わかりますか。わかったって。お母さんは多くのことは求めません。でっても、当たり前のことを当たり前にできる人になってください。すごいモノマネで顎じゃしてるけど、やらんでええで、しゃくれてるから。ちょっと来てください。ちょめって。げんこつ。なんでげんこつするんで。やらんから J.Y. パーク。げんこつを。家でできないことは外ではできません。どうしよう。当たり前のことです。かった。靴を並べる。電気を消す。閉じまりをして家を出る。当たり前のことです。ちょめって。そんななんか今からもう、家でできないことは外でもできません。そうな。うるさい。ヒロちゃんには3つの言葉をお母さんから送ります。これができるようになってください。真実、誠実、謙虚、感謝。一個置いて。素直さ。いや、だから好奇心。いや、そんな多いって。そんないっぱい言わんから。分かった。ちゃんと当たり前のこと当たり前にできるようになってください。電気ケースとか靴並べるとか何回も言わせんで。なんだ。じゃあ何これやったらもらえんの、なんか。いや、キューブとかくれるやん。J.Y. パークはなんかもらえます。もうその考えが不誠実です。もうええって。いつも言うてるでしょ。何かもらえるから頑張るのではなく、頑張った先に何かがあるんです。もう分かった。もうやめて。 その何かを最悪掴み取ってください。分かった分かった。ヒロちゃんにはその才能があります。努力をした人間が夢を叶えるのではなく、毎日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 って自分にムチ打ってムチ打ってムチ打って、そんな言わんて。本気だから、こんなんこんなんとか。自分に毎日勝つ人が夢をつかむのです。だから100年もうええって。でまじで自分の夢、好きなこと、好きな人を見つけて絶対掴んでください。抱きしめてください。靴並べてください。もうええって。もう電気ちゃんと消してください。お願いします。光るままパークでした。しっ、光るままパーク。わかった。もうわかった。はい、ご飯何作ろうか。じゃあハンバーグ。なんでちょっと全然聞こえん。聞こえん。もうちょっと近くに来てください。いいって。もう夜かも。